5年後はきっと主役として輝いた人かも
意識してるかもしれませんね。ですから先日ね、太田選手が世界選手権で金メダルを取ってくれて、フェンシングやってる皆さんにとってはすごく意味があったじゃないですか。びっくりですか。でも次は皆さんの番ですよ。はい、次は私も選手を抜けるように頑張ります。ここからの5年間、どんな風に過ごしたいと思いますか。練習きつくないですか。たくさんの仲間、パラリンピックを含めて皆さんにマージャンスケートに背負っていますけど、ぜひこれから頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。フェンシング